43日目の朝です。おはようございます。もうちょっとで夜明けですかね。ここだと山があるから。ついさっき北海道からヨットで旅をされているというご夫婦が出て行かれました。と今コインランドリーで洗濯機を回しているところです。でちょうど近くに釣り具屋さんがあったのでルアーを買い足して、あと動物病院に行ってマルコのドッグフードですね。でちょうど今行ったところっていうのはその那瀬にある動物病院の分院っていうことで、そのマルコのフードが今ちょうど切れてるところで、あの別のメーカーが作ってる同じタイプのものならありますよっていうことだったんですけど、マルコのフードまだ1週間分はありますし、でもしフード変えて食べなかったら嫌なんで1週間後にそれをお願いするっていうことで予約を取っておきました。なんで来週火曜日に忘れずに来ないといけません。今自転車屋さんに行って見てもらったんですけど、商売っ気がないのかな。これならまだ大丈夫だとか一言で片付けられて終わりました。ちょっとチェーンが飛ぶとこう歯が飛ぶ感じがするんですけど、もう1ヶ月ぐらい前にチェーン変えたばっかりなんですけど、やっぱり歯がちょっと飛ぶんで、スプロケットごと交換できませんかって言ったら、そりゃあんたの乗り方次第だなって言われてで僕の自転車はあの前のギアが3枚ついてて、外側が重くて速く走る、内側が軽くて上り坂とかで使う。でその内側はちょっと減ってるなと。そうなんですと。で、まあ、できるだけ真ん中を使えというアドバイスをされたんですけど、いやでも上り坂きつい時はやっぱり一番内側のインナーのギア使うんですよって言うと、そうだな、奄美の坂きついなと。言われて、これ荷物が多いなっていうことも言われたんですけど、そう荷物が多くて坂道きついから内側のインナーのギアを使わざるを得ない状態なんですけど、真ん中を使えば大丈夫だと。めんどくさいのか仕事をしたくないのか、堅くなにそれでお話が終わりそうなんで諦めました。自転車屋のおっちゃんのアドバイスに従って平地ではできるだけ真ん中のギアを使って進むようにしてみます。でも結局上りになると
インナーのギアを使わざるを得ないし、で結局その上りの時が一番力が必要になって、多分チェーンとかギアの部分に負担がかかる時なんで、抜本的な解決には絶対にならないんだろうな。朝は今日寒くて目が覚めるぐらい、多分16度ぐらいだったかな。まああの着てるものの問題なんですけど、昼間も夜も基本的にはもう半袖短パン。ユニクロのウルトラダウンのベストは持ってきてるんで、今日目が覚めてからそれを着込んでもう一度5時半ぐらいまで寝てました。いやおじさん、ちょっとの上りでも真ん中のギアきついよ。きつってなりきる前に、ふう、日陰があったりすればまめにまめに休憩は取っていきたいと思います。今日進む距離12キロぐらいしかなくて短いんですけど、途中で多分1キロちょっとで120メートルくらいのところまで登る坂もあるんで、まあ時間はありますし、のんびり行こうかと思います。わかりました。マップを見たら、今日のゴールまでにはっきりわかる上り下りが3回あって、最初のやつが3、40メートル登るぐらいで、今2つ目、これが60メートルだそこらで、3つ目のやつが120メートル。だんだんきつくなっていくっていう、なんか負荷をちょっとずつ上げていくトレーニングみたいになってます。でもまあそう考えると、帰ってくるときは一番最初だけきつくて、あとが多分楽になってくるはずなんで、いいですね。いいのか。今日ツイッターを見てて、あの徒歩歩きで日本一周をしてるっていう人、僕も時々こうツイッター上でお見かけしてるんですけど、その人を車に乗ってる人が大変そうだなと思って止まって乗っけてってあげるよって言ったら、いや全部あの車とかには頼らずに歩き通すって決めてるからっていうふうにおっしゃって、その車の誘いは謝辞されたっていうのを読んでたんですけど、僕は乗りますよ。この上り坂の途中で軽トラックに乗ってるようなおじちゃんが、まさに今軽トラックすれ違っちゃった、止まってくれて、あの坂越えたとこまで乗っけてってやろっかって言われたら、マジですか、あざーすって言いながら乗っけてもらいます。もう迷いとか躊躇は全くないです。うう、ありがとう。マルコ本当に
人舐めるの好きすぎて塩分取りすぎにならないかな、大丈夫かな、今度お医者さんに聞いてみようね。これでマルコの腎臓悪くなったら後悔しきれない。いろんな人に懐いてはやめないですねって笑われるまで人の手とか腕を舐め続けてるんですけど、この人は。ちょっと草が邪魔してますけど、2つ目の坂のほぼ頂上です。海の向こう側に見えているのが加計呂麻島ですね。で、間の海が大島海峡です。ちょうど今下り始めたところで展望台かながあるんで、自転車を止めて少し休憩ですね。はあ、風があるだけ気持ちいいです。すげえ。ここ小学生の遠足で登って歩きなら高さ60メートルそんなでもないか。マルコは高いところ行くと下を覗き込むのが趣味です。後ろ足を伸ばして怖いよ怖いよ。で、ここが加鉄ビーチかな、多分。なんか青色がすごい。しかもこうビーチから沖合に行くにかけて薄い青なんだけど濃くなってきてる。こんなところで遊んだら最高ですね。テント張れねえかな。多分これが最後の坂なのかな。最初からやばそう。じゃあこっから120メートル頑張って登っていきます。マルコもお疲れです。さっきもう横になって寝息を立ててました。どうしても朝5時過ぎに僕が起きるとマルコも合わせて起きてしまうんで、寝てていいよとは言うんですけど、まあ、やっぱり僕がテントから出ようとすると出てきちゃいますし、犬としては多分もうちょっと睡眠時間が必要なので、まあ、マルコは8時ぐらいに寝て5時ぐらいに一緒に起きると。そう考えると9時間ぐらい睡眠はとってますけど、犬としてはやっぱり1日12時間ぐらいは寝たいんじゃないかな。多分登りは終わりだと思います。ほぼ押しっぱなしで登りました、一応先道は下りになってます。
無人販売って見えてレタスって見えたから野菜買っとこうかななんて思ったのに、わざわざ折り返してみたんですけど、残念、売り切れてる。さあゴールまでもうちょいです。風強い。無人の販売所でトマト売ってたので100円で買いました。これでよいしょ、野菜不足も解消よ。せっかくだから前の道を右に行くとキャンプ場なんですけど、左のこの星海岸っていうところ寄り道していこうと思います。よいしょ、この星海岸、この結構ゴロゴロした岩だけでできてる海岸。照明草が生えてますね。この間学んだんで、照明草はたくさんいらない。照明草見つけたんで、比較的若そうなやつをちょっとだけ持ってきました。もうこれはがっつり食べずにほんのちょっと混ぜれば幸せです。はあ、綺麗ですごい穏やかです。で結構ビーチにテント張ってる人はやっぱりゴールデンウィークなんで何人かいます。あちらにトイレとか炊事棟があるんで、見てみようかな。そうだ、ああ多分ビーチは砂のところが傾斜もしててちょっとないかな。でこの芝になってるところすぐそばにお店あったりホテルあったりなんで、多分これからすぐ今映ってるあたりにご家族連れの方もテント張るんじゃないかなと。まあゴールデンウィークなんで仕方ないです。そう、ここのキャンプ場一つ問題があって、炊事場の水が飲用不可ってなってるんですね。でまあ、飲用不可っていうのは飲むなってことなんで、まあ火通して料理する分にはいいだろうとでもう荷物は増やせなかったんで、水はペットボトルに入れてた水がもうそんなにないぐらい、 3,400cc ぐらいかな。これはマルコに飲ますのに基本的には使ってやって、僕はもうチャイだけ飲む感じにしようかな。それか料理の時についでにお湯を沸かして煮沸して、冷ましてからペットボトルに保管するかですね。でもとりあえずテント張ってシャワーも浴びてきて、でここ炊事場のコンセントは使えるみたいなんで、今充電器充電してて、やっとこれで動画少し作れるかな。はあ。